Урок 4. Части слова. Колобок.皆さん、こんにちは。いやあ、カラボックン、しばらくですね。先生、こんにちは。今日のテーマは？今日はちょっと難しい話をします。大丈夫でしょう。カラボックンは頭がいいから。まあ、頭しかないからな。それはつまり、脳可指数が非常に高いということですね。そんなこと言われるといい気になっちゃうぞ。よし、頑張るぞ。はい、では始めましょう。単語の成分。カラボックン、質問があります。はい。品詞という言葉はわかりますか？わかるよ。では品詞の例を挙げてくれませんか？日本語の？はい、日本語でいいですよ。まず名詞に形容詞、それに動詞と副詞だね。いいですね。それをどうやって見分けるんですか？まあ、例えば動詞は動作を、名詞はものを指し示すってことかな。意味的な面も確かにありますが、意味以外では？意味じゃなければわかるはずないよ。じゃあ、くだましいくだまがくだましくくだんでいる。何？それは全く無意味なナンセンスだよ、先生。確かにね。でもその全く無意味なナンセンスは一体何語で書かれていますか？まあ、日本語だな。どうしてそれがわかるんですか？さあ、なんとなく日本語に聞こえてはいるからかな。そうですね。品詞がわかりますか？くだましいは形容詞で、くだまは名詞、くだましくは副詞で、くだんでいるは動詞だね。でも意味はない。ないですよ、具体的な意味はね。でも少なくとも何らかの特徴を持った何かが何らかの様子で何かをしているということなら分かりますよね。確かにある程度の意味はある。はい、それは文法的な意味と言います。カラボック君は何を見て品詞を識別できたのかな？まあ、語尾とか後ろの部分だね、主に。例えばなんとか C は間違いなく形容詞だよね。そうです。つまり日本語ではそれぞれの品詞がそれぞれの代表的な成分を持っているから、たとえ意味は分からなくてもその形から品詞を見分けることができますよね。そうだね。実はロシア語も全く同じです。ロシア語の単語は特定の成分からなり、その成分には決まった種別があり、それらをさまざまな方法でつなぎ合わせると単語ができるんです。へえ、レゴみたいんだね。素晴らしい例えですね。さて、単語の成分は全部で4つあります。単語の中で最も大事な部分は語根と言います。それは根本的な意味を表す単語の中核ですから、原則として変化しませんよ。まあ、下手に変えるとデコがボコになってしまうからね。そういうこと。もう一つは接頭辞と言います。いつも単語の頭につくもので、その単語に具体的な意味を加えます。さまざまな接頭辞があるから、それを取り替えるとさまざまな意味になります。例えば？まあ、出口が入り口になるとかですね。Вход. Выход. Выход. Вход.
вход. なるほど。あとの2つはすでに習ってるかと思います。語尾は？あ、単語の後ろにつくもので、複数形を作るために使われる。そうです。複数形だけではないんですけどね。語尾は文法的な意味しか持たないもので、語尾が変わっても単語の基本的な意味は変わらずに、活用形だけが変わるんです。例えば、動詞ならば、しますがしましたに変わるとか。へえ。はい。で、最後の一つは何ですか？国籍名とかを表す時の、Yes とかね、設備字だ。その通り。設備字は語根と語尾の間に置かれる成分です。設備字には様々なものがあって、具体的な意味を持つものも、文法的な機能だけを果たすものもあります。日本語で言えば、鳴らすと鳴らされる、しやすいとしがたいなどを見れば、設備字の変換による意味の変動がよく見えますよ。見えるね。ではここから日本語、英語、そしてロシア語に共通する造語の例を見てみましょう。自然という名詞は英語で何ですか？ネイチャーだね。はい、もともとラテン語のナトゥーラに由来する名詞ですね。ロシア語には自然を表す言い方がいくつかあります。例えばラテン語のナトゥーラをそのまま使ってもいいけどね。ここでは元々のロシア語であるイスティストゥオという中性名詞を例に挙げることとしよう。自然という名詞に設備字の的と語尾のなをつけると形容詞になった。そうですね。次に英語ではどうなるか見てみましょう。まず語尾の E がいらなくなるから、それを切り取ります。代わりに関連設備字のあるを取り付けます。これで意味が変わりましたか？ナチュラル、自然的だね。語尾はいらないかな。はい、いいですよ。ではいよいよロシア語の変化を見てみましょう。語尾の O がいらないので、それを取ります。代わりに関連設備字のやんをつけましょう。語尾は？はい、語尾もつけます。ロシア語で最も代表的な形容詞の語尾はういです。これでどうなりました？イエスチェステレンヌイ、イエスチェステレンヌイ。はい、意味も同じ、自然的なですね。今度は日本語の自然的なに超という接頭辞をつけてみましょう。超自然的、スーパーナチュラルだ。そうですね。英語ではスーパーという接頭辞をつけますね。ロシア語では同じ意味のスヴェルフをつけます。スヴェルフイスティエスティンヌイ。交点は何のために入れたの？それは発音するときに接頭辞の部分を聞こえやすくするためです。へえ、ふえ、て、てえ、ぺ、ぷえ、べ、ぶえ。ああ、これでわかった。つまり、すべての単語は語根、接頭辞、設備辞、語尾からなってるってことだね。すべてではないね。すべての単語に必ずしもすべての成分が揃っているというわけではありませんよ。ゴルト。プリグルト。Машина. Японец. Переводчик.
Гостиница. Танго сейбун но марку ва киматте имасу. Танго о кайтай суру реншю мондай ва коре кара таксан аримасу кара, марку ва каназу обоэте окимашоу не. Хай.